ムンバイは、インドの西海岸に面するマハーラーシュトラ州、ムンバイ市外圏の都市、同州の州都である、インド第二の大都市であり、首都デリーと共に、南アジアを代表する、世界都市の一つである。1995年、ヒンドゥー市場主義の極右政党、シブセーナーが主導したことにより、英語での公式名称がボンベイから、現地語での名称に基づくムンバイへと変更された。 2016年2月、AC インディペンデントは、曲が望む言い方のためという理由で、旧ンベイに戻すことを、同志、アモルラジャン編集長が BBC ラジオで発表した、ムンバイ市展望ムンバイ市域人口は1、248万、と、世界でも有数、ムンバイ新市街として建設された、ナビムンバイやムンバイの衛星都市として発展してきた、ターネーなど、 周辺の大都市をも含めた都市圏人口は2016年時点でに288万人であり世界第6位の巨大な大都市圏を形成している2014年のムンバイの域内 GDP は1508億ドルで国内でデリー首都圏に次ぐ規模日本の民間研究所が2016年に発表した世界の都市総合力ランキングでは世界39位と評価されたまた アメリカのシンクタンクが2016年に発表した世界都市ランキングにおいて世界44位と評価されており、インドでは首都ニューデリーを上回り主である天然の良好に恵まれていることもあり、国全体の海上貨物の半数以上を担う港湾都市でもある。ムンバイは国内随一の商業及び娯楽の中心都市であり、国全体の GDP のうち5%、 工業製品の25%、海運の40%、資本取引の70%を計上する。国際金融フローにおいては、アジア有数の金融センターとして、インド準備銀行、ボンベイ証券取引所、インド国立証券取引所といった官民の金融機関をはじめ、多くのインド企業の本社や多国籍企業の主要拠点が置かれる。ビジネス機会が豊富なムンバイには、 より大きな事業機会や、比較的高い生活水準を求め国内各地から多くの人が集まり、様々な宗教、文化の集積地ともなっている。カーンヘリーセックス群のブッダ像、シャンカールセックス英雄、シバージー銅像、ハジアリービオポルトガルの城塞主要記事、ヒストリー・オブ・ムンバイ・ムンバイの歴史は古く起源前まで、遡る。マウリア町やサータバー・ハナ町、ラーシュトラクーターサ、 デリー・スルターン朝党の時代の変遷とともに歴史を経てきた。1534年にグジャラートスルターン・アサのバハードル・シャーからこの地域を譲り受けたポルトガルがゴアの補助校としての小島に城塞を築き、キリスト教会を建て、ここをボンベイと呼んだ。この名はポルトガル語のボンバイアに由来すると言われるが、それ以前からこの地の故障として使用されていたムンバイという名は、 当時、漁民の信仰を集めていた、シバシ神ヒ、パールバティの異名、ムンバによるとの説がある。当時は、北から、パレル、マヒーム、ウォルリ、マザガオン、ボンベイ、ココラバ、コラバの7つの島からなっていた。1661年、ポルトガルのカタリナ王女が、イギリスのチャールズ2世と結婚する際、ボンベイは持参金として、イギリス側に移情された。その植民地時代には、 ボンベイ管区の中枢として、城塞の中に、公海道、税関など様々な、イギリス風の施設が建設された。1668年、英国王家はこれを10ポンドでイギリス東、インド会社に貸し付け、対岸に旅行があったことから1687年には、インドにおける拠点となり、それまでの海軍の基地であったスーラとは17世紀後半に、 マラータ王国のシバージーによる攻撃を受けて衰退していった。そのためイギリスはムンバイに商業拠点を移すことになった。スーラトから東インド会社の海軍が移され、ボンベイ海軍と名付けられた。ボンベイ海軍はインド洋の海賊討伐を行い、また1735年にはスラトから造船所もボンベイに移転した。こうして18世紀末には、 インド最大の造船業を持つようになったボンベイは、インドの西海岸における海運や貿易の要衝となっていった。ボンベイ海軍は1830年にインド海軍と解消され、1863年にイギリス海軍に統合され消滅するまでボンベイを拠点とし続けた。こうして、ボンベイが重要性を増していくにつれ、少しずつ島の間の埋め立てが進められて、 市街地として発展した。最終的には1845年にホーンビー・ベラーの計画した大規模な干拓が行われ、これによってムンバイの7つの島は完全に大陸の一部となった。1820年代に入ると、帰船の航行能力が向上したことにより、イギリスインド間の汽船航路解説が叫ばれるようになった。この航路をめぐっては、軽かった財界の支持する、 希望本ルートとボンベイ財界の支持するスエズ地況ルートの間で競争となったが、結局ボンベイのオススエズルートが勝利して、1837年にスエズとの間に定期蒸気船航路が開設されるようになった。これによってボンベイはインドの玄関口となり、以降インド最大の貿易港として発展していった。1854年には東インド会社に代わり、P&O 社が、 ボンベイスエズ航路を担当することとなった。1853年には、ボンベイと北港の都市ターナーとの間に、インド発の鉄道が開通し、やがて、インド全土に張り巡らされた鉄。1850年代には、多くの綿棒石工場も建設され、この地の産業を大きく発展させた。特に1861年から1865年のアメリカ南北戦争では、 アメリカからイギリスへの面会輸出が停止したことから、ボンベイの面織物業は飛躍的に拡大する。1869年のスエズ運河開通によって、ボンベイは直接ヨーロッパと結ばれることとなり、ボンベイ港の重要性はさらに高まった。ボンベイ財界はカルカッタやマドラス財界と異なり、面織物工業を基盤としたインド人資本家が多数存在した。 ジャムシェトジータタが拠点としたのもボンベイである。1903年にはタタの手によってタージマハルホテルが建設され、世界有数の高級ホテルとなった。こうしたインド人による経済の発展は労働運動や民族運動も生み出し、インド国民会議派の創立大会も1885年にボンベイにて行われ、以後も活発な民族運動が行われた。20世紀。 二度の世界大戦を通じてボンベイは、コルカタを抜く、商工業都市となり、1947年のインド独立後もボンベイ州の州都として発展を続けた。インド独立に際しては、ティラクやマハトマガンディーらの民族運動の拠点ともなった。しかし、インド政府が言語ごとに州を再編する、いわゆる言語州の政策を打ち出すと、ボンベイの貴族が問題となった。ボンベイ自体は、 歴史的に西のデカン高原地域とのつながりが深かったものの、ボンベイ市におけるデカン高原地域のマラーティー語を話す住民は4割に過ぎず、残りはヒマラーティー語系住民である上、経済の実験はヒマラーティー語系住民が握っていたためである。結局、他の言語集から4年遅れて、1960年にボンベイ州は北部がグジャラート州、南部が マハーラーシュトラ州へと分割され、ボンベイは後者の州都となった。しかし、それでもマラーティー系住民がこの町では主導権を握っていないことには、変わりなく、この不満を受ける形で、マラーティー民族主義を掲げる政党シブセイナーが勢力を拡大していった。1985年の選挙でシブセイナーは国民会議派を破って、 ボンベイ市議会の与党となり、市の故障をマラーティー語のムンバイへと変更する運動を展開し、1995年には、英語での公式名称がボンベイからムンバイへと正式に変更された。現在もムンバイは、西インドのみならず国全体の産業や文化の一大中心地として機能している。2008年11月26日、ムンバイ同時多発テロが起こり多数の死傷者が出た。 サンジャイガンディー国立公園自然保護指定区域。ムンバイの2つの地区。緑色の部分がムンバイ郊外圏。黄色がムンバイ市外圏。カーンヘリーセックス郡ムンバイは、インド西海岸のアラビア海に注ぎ込むウルファース川の川口付近にあるボンベイ島、およびその北に広がるサーシティ島にある。この両島は現在は埋め立てによってつながっており、ボンベイ島は、 サーシュティ島の南に向かって伸びる半島となっている。かつての両島の境界には、両側に細い入り江が伸びるのみとなっている。中心部は、南のボンベイ島の南部にある、ホート地区で、そこから北に向かって、市街地が伸びていった。ホート地区の南にある、コラバ地区も19世紀以降開発の進んだ古いエリアで、インドモニアタージマハルホテルはこの地区にある。ホート地区の東側が、 ボンベイ港であり、ボンベイの発展の原動力となってきた。ホート地区の西側にも、バックベイと呼ばれる湾が広がっている。バックベイを挟んで、フォート地区の反対側にあるマラバールの丘は、ボンベイ有数の高級住宅街となっている。沈黙の塔が建っているのも、マラバールの丘である。ムンバイは、行政的には、マハーラーシュトラ州に属し、ムンバイ市地区とムンバイ郊外地区の二つの地区から、 なっている。市の中心部はムンバイ市地区に属し、一般的にはアイランドシティや南ムンバイと呼ばれる。ムンバイの市域総面積は603.4平方キロメートルであり、このうち郊外地区が437.71平方キロメートル、ムンバイ市地区が67.79平方キロメートルである。この二つは、ブラハンモンバイミューニセプルコーポレーションは、 自然保護指定区域になっており、総面積103.09平方キロメートルの大きな国立公園である。公園の敷地内には古代仏教遺跡のカーンヘリー石窟群、キリスト教徒、四教徒、他にわずかなパールシーやユダヤ教徒が存在する。言語、民族別で最も多いのはマラーティー語でグジャラート語が続き、残りは インド各地や世界各国から流入してきた各種言語、民族が占めている。地元のキリスト教徒には、ポルトガル人の布教によって18世紀から19世紀に改修した東、インド人が含まれる。ムンバイには約8万人のパールシーンが居住しており、インド最大のコミュニティを形成している。インドには大きく2種類のスラムが存在する。認可されているスラムと認可されてないスラムだ。 中央政府が1956年に制定したスラム法は認可されたスラムの住民は法的に保護され保障なしには強制的に退去されない。1995年以降、ムンバイ中心部のダーラービー地区は州政府との合意の下で住民たちがここで暮らすことが認可され不十分だが水道も引かれている。 アジア第二の規模を持つスラム街と権限されるが、裕福な人や、運転手や、オフィスワーカーなど、外で仕事を持っている人も多い。また、季節労働者として農寒期に仕事を求めてやってくる人も多いため、ダーラービーの人口の流動性はかなり高い。ダーラービー地区の再開発計画には、多くの海外企業が名乗り出ている。チャトラパティシュバージーターミナス駅ユネスコの 世界遺産ムンバイモノレールムンバイメトロチャトラパティ、シバージー国際空港ターミナル T2 ムンバイの公共交通機関にはムンバイ近郊鉄道、モノレール、ベストバス、タクシー、オートリクシャー、フェリー、航空機がある。ムンバイ近郊鉄道はセントラル鉄道及びウェスタン鉄道の2つの鉄道網をムンバイに敷いている。セントラル鉄道はチャトラパティシバージーターミナス駅を本部にしており、 カバーエリアは市内中央部、北東部、東南部、近郊地域である。ウェスタン鉄道はチャーチゲート駅を本部とし、市内西部を中心に近郊地域もカバーしている。2014年6月8日にムンバイメトロ1号線が開通した。車両は中国の南京裏地車両所製。長距離鉄道ではインド国鉄がムンバイと国内各都市を結んでいる。ベストは 市バスを運行しており、市内の大部分をカバーする。2階建てバスやエアコンバスを運行しており、市民は単中距離通勤にバスを利用する。なぜならば、鉄道が長距離通勤の際に運賃を抑えられるのに、対し、単中距離通勤の際には、バスの方が交通費を抑えられるためである。また、タクシーとオートリクシャーも市民の足となっている、チャトラパティシバーチー国際空港は、 市内から3 4トルのところにある空の玄関口であり、南アジアで最も乗降客数の多い空港である。ムンバイはインド全体の旅客空輸のうち、国内便は25%、国際便では38%を担っている。ムンバイ港ムンバイには、ジャワハルラールネルー港とムンバイ港という2つの主要港がある。ジャワハルラールネルーは、 コンテナ貨物の取扱い数量で全インドの60%を占め、ムンバイ港ではインド北西部向け在来貨物が多く扱われていることから、ムンバイ地区はインドの海の玄関口であると言える、インド海軍の西部、方面海軍艦隊コマンド拠点基地があり、造船所もある。英国の旅行ガイドブック、ラフガイズが2014年に発表した世界で最も魅惑的な20都市ランキングで、 ムンバイ市がアジア最高の5位にランクインしたエレファンタセックス群フローラの泉ムンバイ市内の主な観光地は下記の通り、ムンバイの映画産業はボリウッドとして著名である。ムンバイはインドにおける国内各地の様々な集団や宗教、文化の集積地となっている、映画やテレビなどメディア産業における国内有数の拠点である。 インドは映画制作本数、観客総数とも世界一の映画大国で年間の制作本数はアメリカよりも多く1979年に700本以上作られるようになってからほぼ毎年同程度の制作本数を作り続けている。特にムンバイは制作会社や放送局が集まる一大拠点でムンバイ来たインドを中心に国内各地で上映されている。 ヒンディー語による娯楽映画はこの街にある巨大な撮影所で多く制作されているため街の救命ボンベイとハリウッドをもじったボリウッドという映画の街としても知られている映画業界団体ムンバイアカデミーが1997年にスタートさせたムンバイ国際映画祭があり約65カ国の180作品ほどが上映されるワンケードスタジアム世論調査によると クリケットが圧倒的に一番人気のスポーツである。インド映画と並ぶ世界に誇るエンターテインメントである。ムンバイにはエリート選手を育てているインドクリケット管理委員会の要請書がある。クリケットの世界最高峰のリーグがインディアンプレミアリーグで本部はムンバイにある。ムンバイインディアンズはワンケードスタジアムを本拠地球場としている。2011年の 第10回クリケットワールドカップ決勝はワンケードスタジアムで行われ、インドが2度目の優勝を果たした。ムンバイを本拠地とするプロサッカークラブであるムンバイ FC、エアインディア、FC アンク FC は現在国内最上位リーグであるアイリーグでプレーしている。ムンバイは以下の都市と姉妹都市となっている。公式日本政府観光その他、ありがとうございます。